今日朝すごい残念なことがあったんですよ。岐阜駅からタクシー乗り換えたんですよ、美濃坂本駅かまでに2万だからもう2万吸ってんだよね今日もう3枚目やるか2枚ぐらいにしとこうと思ったんだけどね本当はね。ああ来た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 、これ大丈夫。おう、メルちゃんいただきました。よし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 、回ってろ、お前もそのままずっと回ってろ。いやーいや、まあ上出来上出来。はい、結果粘ってみたら全部飲まれましたんでちょっと考えます。あ、俺こういうの好きなんだ。1400ゲームで2の6、これだ、ありました。1000円、よし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 。いや俺やっぱこっちの方がいいな、こっちの方がいいよ。まあまあ入りとしては上出来ですよ。ただ打ち始めるまでのビッカグリズはビッカグリズですので、ちょっとここは跳ね返そうね。っていうか跳ね返ってください、頼みますもん。タクシー代の2万を合わせるとね、今もう4号なんでね、投資が。タクシー代は投資って言わないですけども、はなはなに限ってはもう内容というかもう設定ありきになりますんで、そうそう低設定で大きな間違いが起こるかって言ったらまあないですから、基本的にはいい台打って跳ねさすというゲームだからね。これは4連続で200台とかいってんだよね、これ。まあ、ビッグが引けてないから合算が重たくなっちゃうんですけど、そろそろ跳ね返ってこないとまずい状況の台ですんで、頼むよっていう感じなんだけど、まあ、いくら安定感があるって言ってもですよ、まあまあもうでもノーマルタイプですんで、今投資がだから第2枚小5枚でしょ、1250枚、買って帰るっていうことを考えると徳田原だよね。ここで踏ん張れないとちょっと厳しい。ちょっとまずいねこれ、飲まれんのか。追加投資、でもビッグ1回目で200円回んなかったからね、ちょっと微妙だよね。いやーまずい。はい、これで第3枚、323ゲーム、分かってんな分かってんな、よしよしよし。
よしではないよね、でもね。よしではないよ。いや、ここはさすがにレンチャンすると思いますよ、普通はね。200台4連発のあと300でしょ、まあ、ここはレンチャンするわ、さすがに。だってそういう台じゃねえもん。追加落ちなかったけど、まあいいや。ここはね、どうやってもまあ100以内だよ。まあで、まあ万が一飲まれるようなことがあったら、もうさすがにそこ墓場かな、この台ではね。まあ、なんぼだからレギュラーがいつでも、こっから先はちょっと追っかけらんねえかな。他に、ね、だからいい台があればもう移動だよね。で、一発っていうかもう3、4発固まってきてもらいたいとこなんだよね。一発じゃね、まだ許しませんよ。これ鼻鼻には厳しいんでね。まあ、100以内3発でまあ、まあそんなもんかなっていうぐらいだろ、この流れだとね。これを打ち始めてからレギュラー引いてないんで、で308分の1まで今落ちてるんですよ。だからまあ飲まれるまで合わせようしね。だとりあえずここはもう分かってんのよ、ね、で大体そういうのはもう言い当てるから、はい、まあここまではいいよ。これ最低ラインだからね。これはもうそうね、約束を守ってもらった程度のもん。ビッグサンデー追加1、あ、でもフラッシュ来たね、フラッシュ来たね。じゃあいいや。で、いい台ならもう1つ2つは来るはずよ、いい台ならね。今の一発はよろしくない台でも、今のはもう分かってましたんで。頼むぞ、あと2発なんとかすれば多少落ち着ける。おいおい、ちょっと鈍いんじゃないか。ちょっと期待してた感じにならないね。145よくはないよ。であるならもう次即連だよね。50、まあ、50までいっちゃったら、まあ、せめて50以内ぐらいの感じで来てもらわないと、うーんっていう感じだよな。62、まあまあギリかな。ピック、左1、右1、まあ、仕切り直したね。一応今のレギュラーは加点も減点もなしってことにしておきます。多少安定路線に入ってきたかな。まあいい台だと思って、と思ってっていうか、まあ仮定して打ってますんでね。あ、まあって考えると、まあまだでもエンジンのかかり的には、まあ2速3速レベルだよね。まあ、パネフラは1回あったけど、ビッグ4のスイカ1っていうのもちょっと微妙だよね。1回ね、半日でペロって3000枚ぐらい出たことがあったんですよ。
まあ、時はねレギュラーが異様に低かったもんで、うん、どうかなと思いながら打ったんですけど、追加がもう全然だったんだよね。で終わってみて結果のその台の設定が3だったってことが判明したことがあったんですけど、ああなるほどと、やっぱビッグ中の追加さっぱりだったんで、まあぐらいの設定だとまあ、そういうこともあるんだとっていう、非常にね、あの高額のためになる経験をしてきてますんでね。まあで結果3だったってことはビッグ中の追加やっぱ当てになるっていうことになりますんで、ビッグ4で1っていうのはちょっと、うん、微妙かな。これでね、早いビッグのもう2つぐらい来ると今一応出玉がこれ表示されるナンバーラブなんですけど、600枚今持ってるんですよね。もう200枚ぐらいコロコロってきて5、600枚増やせれば、これさ当たったね、ここ止まんないもんね。左滑ったんですよ。で枠上にスイカいるんだよ、これ当たった。あ、これ緑色に光ってない、しかもほらこれスーパーレアだよこれちょっと取っとこう、これはレアだよ。リーチ目で出た時もあるようでないんだこれ。あーいいねいいね、よしいく、よし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 、ちょっと上がってきたね。うん、追加、あー金フラ、ちょっとボーナス中の内容がついてこないね。おっ、あれ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 、ビッグビッグ、あー21か、1040枚、もう一息。まあこれででも合算はだいぶ復活したでしょ。ああ137、ビッグ313分の1でレギュラーが244、まあ1とかではないよ、1とかそういうんじゃない、ただ3とかその辺はありえるね、まだ全然。でまあそうだね、まあ当然ね5なり6なりってところを打ちたいわけなんですけども、まあそうだな、まあ最低限もういい勝負をするっていう意味では最低でもまあ3は欲しいよね。まあ、3だと場合によっては結構出ることもあると。あ、まあうん、基本的にはしんどいはず、まあ、4ならまあ自分次第かなっていう感じですよ。だから3、4あたりを打ってる時にどう折り合いつけるかっていう、よし、107、安定路線、ビッグでビッグビッグ、よし、あった、4の、あ、3の1か、まあやっぱ1個、うん、っていうレギュラー跳ねてる台っていうのはまあ試してみる、だから価値はあるってことだ、やっぱり。もちろんその設定があるお店で打つときならね、設定がない店でそれやってももうしょうがないんでね。あれ
ちょっと当たり方ちょっとトリッキーだね。トリッキーになってきたね、だいぶ。これビッグだぞ、バカ野郎。怖そうじゃないんだ。うわー、今のビッグだったらもう1300枚乗っかってくるから、もうガーゼンプラスで見えたんだけどね。ここまでレギュラー跳ねるかね。211分の1、2300ゲームで。まあ小屋確率とか正確な数字は出てないですけど、まあ、いい台打ってるとやっぱっていう場面がね目立ちますよ。ほら来た、62。あー、 まだ来んのかこれ。まあ今ほとんどクレジットで引っ張ってきたみたいなもんなんで、まあ、これで1180枚、もうあと即ビッグ一発でほぼチャラだね。でまあ一個言えるのはとりあえず3800枚あった、そのなんていうのプラスはもう全部削られることはないですよ。なぜならもうあと3時間ないんでね。だいたい俺これから昼飯食いっちゃうから。だから勝ち越しはもう確定したよこれで。ちょっと一瞬でハーネスの時危ないかなと思ったけど、まあ大丈夫だった。まあよかった、そこはね。はい、158ゲームちょっとねハマりそうと見るやね。ここで昼飯行きますんでね。でね、この間の取り方なんですよ。これ昼飯帰ってきたら230かな、ぐらいまでに当てますんでね。嘘じゃないよ。はい、現場の後ろです。今昼飯から持ってきましたんで、今158ゲームね、これを230までに引っ掛けますから、ちょうど危ないかなっていう頃合いを見計らってね、昼飯食ってきたつもりですんで、光物はね、特にね、その休憩とかね、昼飯とかね、トイレとか、ほらね、9ゲーム戻りっぱな、ほらね、わかる、わかります、うまいでしょ。だいたい言った通りになるでしょ、だいたい。たまたまだろうと思うかもしれないけど、今までの積み重ね、経験、素人はこうはいかないからね、本当にね、勘違いしないでくださいよ。あのまま打ってたらね、400はいったね、400はいったと思う。これ編集じゃないからね、本当なんでね。しかしまあこの当たり方でこうもスイカ落ちないもんかね。事故が起こってるだけなのかな、そこだけ。今持ち玉が1262枚、もういよいよあとビッグ1回だね。まあ追い詰めた、早いのはなかったね。ただ序盤にね、中ハマり連打みたいなのを炸裂させてくれたで、まあ俺が回したわけじゃないんだけど、という経緯のある台ですんで、ね、怖さはあるっちゃ怖さはあるんだ。215、よし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 、ちょい増え。そうだね、
まあ、このままじわじわ、増えてってもらって最後プラスでフィニッシュみたいな感じがまあ理想かな。でもね、早いのボロボロボロって掘らせてもらって一山当てて当て出してもらうのがまあ一番いいんだけど、で167の後の200ちょい次でしょ。もう本当は早いの来なきゃダメなとこなんだ。だからちょっとでも得体が知れない感じになってたね。ニック7でスイカ1でしょ。で、まあ、パネフラが、まあね、4回目かのビッグで確認できたんですけど、その後ないっていう状況なんで、まあ、ボーナス中の内容は一つも良くはないな。ちょっと得体が知れない感じだよね。もうほらこれでプラスになりました。当たり方はもうだいぶ申し分ない感じになってんだけど、1600枚超えるね。これでタクシー代も返ってくるかな。当たり方はだいぶいいんだけど、でね、これがビッグばっかりで、今ガッサンが127分の1なんだけど、ビッグばっかりだったらちょっといよいよどうかなと思うんだけど、しっかりねレギュラーもついてきちゃってるから、ますます得体が知れないよね。いや、いい意味でね。わかんないんだよね、これが。あ、スイカ来たか ?3 回目。いや、これね、昼飯のタイミングだわ。うん、完全に。あそこで行ったのがやっぱうまかったよ。あらら。4回そこが大器晩成型だったかな。ほら一気に来たね。一気にっていうかこれ3回目だもん。もうこのビッグだけで、で5回これがだからこれ9回ビッグ引いてるんで、ビッグ9のスイカ5、目玉が今1900枚まで来ました。1901枚。あー、こんな簡単に2000枚近く出ると思わなかった。助かった。このままはまんないで最後まで行ってくれるともう最高なんだけどね。ビッグ258、レギュラー237。まあでもビッグもまあいよいよなとこまで来た。レギュラーも自己的に跳ねましたんで、もうだれだれ、もうここが上げ止まりじゃないことを期待するばかりだね。祈るばかりだ。言ってもビッグ1回分プラスアルファ分の浮きぐらいだったんでね、一番ある状態でも1901枚だから、まあ、この台での負けはもうないんですけども、ただ、まあ、今日1日って考えると、ね、全然マイナスで終わっちゃうでも、うん、不思議じゃないぐらいのプラスしか持ってませんのでね今。もうあと220枚しか、だからほらプラスないんだ。よし、よし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 、あ、大丈夫だよ。これで2000枚だね。いや、最後にまあ、半日だけど大器晩成型だった。ほらスイカも上がってきた。6回目、ほら2038枚。もう大丈夫かな。
このまま1回も当たんないってことはないと思うからね。まずもう1回ビッグ引ければもうここからのマイナスはないはず。というかあと500枚でタクシーで帰ってくるからね。そこだな、うん。86ビッグならもうプラスフィニッシュ確定。4の2。いやこれさすがに高設定だと思いますよ。さすがにね。出方もまあ上品だしね。で途中まあ中ハマりの連続があったんですけど、これ1個ポイント、そう中ハマりで済んでんだよね。最大ハマりが300ちょいか、うん、っていうのも、うん、高設定っぽい挙動の一応はもうね、ビッグならあでもう大丈夫なのかな。4の3 6なの。2167枚今プラス今600枚っていう状況なんだよね。とおーとと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 、いやーすごい、きたきた。あ、フラッシュ2回目ビッグ8回なんでね、8回じゃねえや、10回、11回か、うん。で2410枚、3000枚あるね、可能性としてはね。全然この流れなら。141、まだ増えるもんね。いやもう最高だ。これで9個目、あ10個目、わあもう全然高設定だわ。ほらもう大変だ、これ6だねこれ多分。はい、12なんだこれ。時間的にまあ100やめかな、100ハマったらやめかな。まあ、今もう出玉的にはピークなんで今2645枚。いやここまでの台だとは思わなかった。ノーマルタイプの場合ね、あのゼロゲームやめでもしない限り基本ピークじゃやめられませんのでね。まあこの辺かな。よし、いいでしょう。多分1000枚は浮いたはず。ちょうど1000枚ぐらい。やりました、2543枚、1043枚プラス。はい、終わりました。全5戦でお届けしてまいった潮のあなたに会いたくてなんですけども、今回がですね投資1500枚、流したコインが2543枚ということで最終戦もプラス43枚でフィニッシュね。やっぱりね3680枚浮いてましたんで、まあ、ちょっと脇の甘さがですね前半出ましたけども、なんのなんのっていう感じでね、もう花々に始まり花々に終わったみたいなとこありますけども、ただ1回しか負けてないんだよね。その1回も番長打った時にマイナス39枚、
はい、サンキューって感じですよね。盤石のですね、全然もうなんかどこを輪切りにしても危なげない5ヶ月間だったんじゃないかと。まあ、ひとえにですね、まあ、最初と最後は花々でしたけども、プラスさん、うん、その一つ花々がやっぱ受け皿になってくれるって安心感がやっぱあったかな、うん、っていう部分で途中、鉄拳であるとか、まあ、番長2回打ってますけども、まあ、今日もそうか結果ハーデスありましたしね、その辺の機種を触りつつも、まあ、最終花々言ってくれ大丈夫なんじゃないかみたいな気持ちのゆとりがありましたんで、一つやっぱっていう意味では、うん、舞台が整ってたこその結果なんじゃないかと思いますね。でこれにてですね、5戦のトータルの差枚数がプラス4723枚という感じで、もう最高の形でフィニッシュね。最終戦どうすんのっていう感じなんですけども、まあDMM が最初に何を考えてたかと思うんですよね。まあ、5戦やったら場合によってはマイナスで終わってくれるんじゃないか、マイナスだったら会いたくない人って多分 DMM 的には安いやつ使うと思うんですよ。そこにアホみたいな経費使うほど向こうさんも仕事舐めてないでしょうから。ただね、これで僕プラスになっちゃいましたんで、いや、まあいろんなこと言いましたけど、誰が出てくるんじゃないかとかみたいなね、会いたい人言ってきましたけども、じゃあ果たして誰が出てくるんだっていうね、大人の事情も多少介在してくるのかなっていう気もしますけど、僕がやるだけやりましたんでね、あとはだからもう頼みますよという感じですんで、まあ、誰かしらか出てくるんじゃないかと言いましたからね、僕はちゃんと結果も出しましたし、主張はしましたって。あとは DMM パチタウン次第というところでございます。次回がですね、実は収録日が12月の30日なんですよね。もう除夜の鐘が聞こえてきそうなですね、なんかベガスの豊川の方のお店で最終戦というか最終回やるんですけども、この2014年を僕も打ち納めになりますんでね、最高の形で打ち納めるという意味でも、まあ、実戦の方はともかくですね、会いたい人に会って、ね、今年もいい1年でしたという形で締めくくれればと思います。まあ、何はともあれ5000トータルプラス4723枚で、最高です。よかったです。またお会いしましょう。さよなら。次回も楽しみ。